「宮沢賢治作」「朝についての童話的構図」「苔一面に霧がポシャポシャ降って蟻の保証は鉄の帽子のひさしの下から」 鋭い瞳であたりをにらみ青く大きなシダの森の前をあちこち行ったり来たりしています向こうからプル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 一匹のアリの兵隊が走ってきます止まれ誰か第 128連隊の伝令どこへ行くか第50連隊連隊本部保証はスナイドル式の銃剣を向こうの胸に斜めに突きつけたままその目の光用や顎の形それから上着の袖の模様や靴の具合 いいちいち詳しく調べます。「よし通れ」伝令は忙しくシダの森の中へ入っていきました「霧の粒はだんだん小さく小さくなって今はもう薄い乳色の煙に変わり草や木の水を吸い上げる音は あっちにもこっちにも忙しく聞こえ出しましたさすがの保証もとうとう眠さにフラッとします二匹の蟻の子どもらが手を引いてなんだかひどく笑いながらやってきましたそしてにわかに 向こうの奈良の木の下を見てびっくりして立ち止まります「ああれなんだろうあんなところに真っ白な家ができた家じゃない山だ昨日はなかったぞ兵隊さんに聞いてみよう」2匹のアリは走ります。 兵隊さんあすこにあるのは何なんだうるさい帰れ兵隊さん居眠りしてんだいあすこにあるのは何うるさいなどれだいおや昨日はあんなものなかったよおい大変だおい お前たちは子供だけれどこういう時に立派にみんなのお役に立つだろうな。いいかお前はねこの森を入ってあるきる中佐殿にお目にかかる。それからお前はうんと走って陸地測量部まで行くんだ。そうして二人ともこう言うんだ。北緯25度 東京六輪のところに目的のわからない大きな工事ができましたとな二人とも行ってごらん北緯二十五度東京六輪のところに目的のわからない大きな工事ができましたそうだでは早くそのうち私は決してここを離れないから アリの子供らは一目散にかけていきます。保証は剣を構えてじっとその真っ白な太い柱の大きな屋根のある工事をにらみつけています。それはだんだん大きくなるようです。第一輪郭のぼんやり白く光って。 ぷるぷるルる,る,るえていることでもわかります。にわかにパッと暗くなりそこらの苔はぐらぐら揺れアリの保証は夢中で頭を抱えました。目を開いてまた見ますとあの真っ白な建物は柱が折れてすっかりひっくり返っています。 アリの子供らが両方から帰ってきました「兵隊さんかまわないそうだよあれはキノコというものだって何でもないってあるきる中佐はうんと笑ったよそれから僕を褒めたよあのねすぐなくなるって。 地図に入れなくてて。もいいってあんなもの地図に入れたり消したりしていたら陸地測量部など100あっても足りないっておやひっくり返ってらたたった今倒れたんだ保証は少し決まり悪そうに言いましたなんだ 「ああんなやつも出てきたぞ」「向こうに魚の骨の形をした灰色のおかしなキノコがとぼけたように光りながら枝がついたり手が出たりだんだん地面から伸び上がってきます」「2匹のアリの子供らはそれを指さして 笑笑笑って笑ってています「その時霧の向こうから大きな赤い火が昇りシダも杉苔もにわかにパッと青くなりアリの保証はまたいかめしくスナイドル式銃剣を南の方へ構えました」。 おしまい